To talk about uh, the absolutely brilliant film Perfect Days, what a joy it is to welcome uh, Koji Yakusho to Q. Hi, how are you? Fine, thank you. I want to uh, start out by saying that what I heard about you is that you'll only watch your films once. So does that mean that you saw it at Cannes and you're, you're not going to watch it in Toronto this time? この前見ました。あの、2度目、3度目かなあ珍しく3回見ましたね、この映画は。やっぱりこれ映画祭に招待されると、お客さんと見なければいけない機会があるので、このパーフェクトデイズに限っては、本当に3度目、えーそのなんだ、前のなんだテルライトだっけ、はい、の映画さんに見ました。Am I wrong that you only typically watch them once? そうです。

本当に違う感情が湧き起こる映画だなとやっぱりつくづく思いますまあ他の映画も嫌いではないんですけどでもやっぱりどうしたらやっぱりうん自分が何度も見てるうちに自分がああすればよかったこうすればよかったということに関して許す許してしまうことがあるんですねだからまあ年取ってももう俳優を引退した頃にの楽しみにその 何とか自分の映画を見たいと思っていますいやまずそのビーム・ベンダースというその、まあ、憧れの監督との作品に自分が参加できるとはもう自分の俳優人生ではそんなことはもう夢にも思わなかったんですね。そそれれででやっっぱり実際そのの撮影期間は短かったんですけれどもそのビームベンダース監督の 映画作りというものがとてもなんだろうな映画,の映画を作るってこんなに楽しいんだよということをすごく教わったようなあの撮影現場でしたまあこ,これはもうこの年になって映画作りの楽しさを改めて教わったような経験だったのでまあこんな素晴らしいプレゼントをもらって。 Your character in the film, I felt like I was seeing the world through his eyes and through his patience and through his noticing. Like, I felt your character notices every tree branch and notices every bit of sunlight and notices every plant and shows the simplicity. ハウ、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 ハ l ハウ、ハウ、シンプル、シンプル、ライフェ you see your character? そうですね、まあ、おっしゃったように、普段僕たちが見ないものというか、見ても見ないふりをするものが、ウこの平山という人は、あの、には見えるというのかな。例えばホームレスの 彼は語ることはないんだけどもいつもお互いこのコンタクトが取れる関係でがありますでも普段その公園で遊んでる人々はそのホームレスは見えていてもひょっとしたら見えないふりをしてるのか何かそういうホームレスはそういう存在ですけども平山っていう人は植物にしろそういうホームレスの人にしろちゃんとす 彼はしっかり見,見ることができるそういうキャラクターのような気がしますとりあえずそこまで行こうかはい Do you feel like、um, this is at least in western Theaters and Western cinema. This was um, a version of Tokyo that we don't typically get to see. The version of Tokyo that often gets portrayed in, in films that make it over here is, of course, a lot of lights and, and neon. Um, this was a sort of a quieter, more subdued, more maybe a more naturalistic Tokyo. D have you ever seen Tokyo depicted like that before? Or maybe that's not even the question. How did you feel about the depiction of Tokyo in this film? いやあの僕も東京に住んでいるんですけどもこの東京の風景っていうのを日本映画で見るよりどうしてこの映画では美しくいい映像に見えるんだろうっていうのは今でもちょっと自分自身はわからないんですけれどもあの東京の公衆トイレというのを舞台にして清掃員という男をこう。 を主人公にして映画を作りたいっていうこの企画の始まりを聞いたときに、でもなんとなくこう今までにないこう美しい物語に出会えるんじゃないかという予感がしました。ま <laughs> 確かにこの平山という人間がなんとなく僕たちがちょっと恥ずかしくなるように非常にこう美しい生き方をしていて。 で僕たちはその物欲にまみれているような生活をしているけども彼は本当にその何にも財産を持たないけども毎日毎日を非常にこう豊かに暮らしているそういう生き方を見たときに何かこう東京の風景を含めなんとなくこう美しい人間たちの物語だなというふうにあの思いました。だだからなんだろうな あ新しいその東京を舞台にした映画になっているような気がします。東京は、まあ、お金が あれば本当に何でも手に入る、うん、町ですけどでもそうやってお金があって何でもその家を買ったり何いろんなものをかか買い求めてもなんとなく満足していいいる人はほととんんどいないと思うんで,す、ね、でも平山という男はただ昼ごはんにサンドイッチを食べて缶コーヒーを朝飲んで。 で夜はちょっとお酒を飲むそれだけで,それで本を読むそういう本当に些細なことで非常にこう毎日毎日を満足しているよう,にこうな生活をしているっていうのはおそらく誰しもこう羨ましく思うのではないかなで自,自分はんでこんなに <laughs> 何かを お金で買い求めて欲しがっているんだろうというふうに思うようなそういう見か見方をしてくれる観客の人はいると思うんですね。で僕自身もやっぱりその撮影をしながらやっぱりこう自分でその生活に満足できないっていうのは何だろうというふうに思うんですけど、やっぱりこう例えばアマゾンの原住民の人たちが本当に自分が食べるだけのもの で自分がその寒さを忍ぶものだけをで満足した一生を終えるんですけど、でも僕たちは本当に一生その死ぬまでなんかこの生活に満足できないままその一生を終わるのかなっていうふうに思うんですね。だからそれは何なんだろうというふうにこうこの映画はなんとなく考えさせてくれるような。 I'm I'm so glad to hear you say that because this film made me think about that too. I, I was watching the film, thinking to myself, I feel like I left the film, looking at the trees around me and taking them in in a different way, or looking at the sky around me. And people are going to listen to this and think think I'm I'm crazy, but I really did, you know. And I mean, I I, I try to practice meditation and mindfulness, and I try to like keep the phone away from me, and I try to be present present in the world. I'd love to hear more about. How being in this film made you think about your own life and about what you notice in the world, and I mean, as someone who's pretty, you know, has had a pretty amazing career and a lot of fame and all that kind of stuff, how it made you think about what you actually need and simplicity in your own life. 木の太陽が太陽によって自分にこう見せてくれるその影ですね木漏れ日それがその平山という男には非常にこう大切なもので彼を毎日日々こう励ましたり何かこう助けてくれてる。 ものだと思うんですけど僕もそういう意味でいくとそういうことはもう木の影なんて全く気にもしてなかったけどもでもこれが自分のこの目線で見てもう世界中でこの自分だけにこう与えられたその影っていうのかな木漏れ日っていうのをだと思うとものすごくやっぱりこう生きていく。 勇気を与えてくれたり励ましてくれたり救ってくれたりするものだと思いました改めてそのこの映画をやって「木漏れ日」っていうものがあのとても美しいものなんだなというふうに思いましたね、まあ、とりあえずそれであとはもうやっぱこういうベンダース監督によってこの映画が完成して世界中の,その国で国で こう上映されたりなんかするチャンスを得て今回もトロントの映画祭にこう呼んでもらっていろんなその映画関係者の人たちと出会えて、あのー、挨拶ができたりちょっとあの映画の話ができたりする機会っていうのはもうそんなにそんな映画はそんなにたくさんないんで今回「パーフェクト・デイジュ」という映画によって。 いろんなところにこう。なんていうかな。連れて行ってもらってる。いろんな国にも連れて行ってもらってるっていう感じがしますね。それはもう変わったところかな。普通に日本映画をやっているよりも。そういう機会がと、すごく今回は多いので。いろんなその国際映画祭に行くたんびに僕は思うんですけれども。あのー。 ああ映画ファンってこんなにたくさんいるんだなと思うんですよね。で普段も自分たちがその日本の国内でこう映画上映してでちょっとヒットしたとかヒットしないとかっていうふうに思うんですけどもこういう映画祭に来ると新しい映画を待っている今まで見たことのない映画を待っている映画ファンってのはこんなにたくさんいるんだっていうのがを感じた時に。 ああ、もう少しえ映画制作の仕事で頑張っていこうかなと改めていつも思うね Well, I'm so glad to hear that I mean, similarly with your character in the film he takes such、um, solace in...、Um, American music and like music from over here, like Lou Reed is in this uh, film of oh, the music of Lou Reed. Lou Reed's not in. Uh, Patti Smith is in the film oh, again the music of Patti Smith. Patti Smith's not in. Uh, the the Kinks, you know, the music of the Kinks. I mean, the, I love the scenes of of your character driving around uh, alone at night, listening to this music and taking such peace in it. Uh, does that music resonate with you personally? Has that music resonated with you personally? Well, <laughs> very. 好みの音楽はたくさんあると思いますけどまあ僕の時代へ行くとちょっともう監督の時代の音楽なんででもとてもいい曲があってまあその英語の歌詞でもちょっと日本語に訳したものを見るとまあとてもあのいい歌だなと思うのがあります。そうね、まあ、やっぱりパーフェクトデイと やっぱ最後のなんだっけ「死ぬ」えっと「になしもこの2つの曲は本当にうんいい歌だなあと思います。平山という男の生活のもう象,徴象徴的な歌ですよね。もうあの目覚めて眠りにつく時 この時間がああ本当にパーフェクトな一日だったって,言ってあの眠りにつくこの彼の日々の生活のテーマソングだと思いますけど、まあ、若い女の子にちょっとほっぺにキスをされた日も彼はパーフェクトデイズを聞いてましたけどもそれもパーフェクトデイズだったかもしれないですね。Can you tell me a little bit about how you got into acting in the first place? <laughs> 最初はあの 舞台,の俳優まあ、舞台をたまたま友人にもらった切符で見に行ったんですねそれがとても感動した記憶があるんですそれからああ演劇というものはこんなに面白いんだなと思って自分でも行くようになりましたけどもでも必ずしも面白い芝居ばっかりではなくてそのうちに。 面白くないんだけども演じている俳優さんたちを見ていると本当にこう汗だくで一生懸命やって何かこう必死にやっっている姿が羨ましいなってその頃僕は思ったんですねひょっとしたら見るよりもやってる人たちの方が楽しいんじゃないかと思い始めてそれで俳優というものをちょっと経験してみたいなと思って。 これが、まあ、俳優になっったきっかけですね Were <you>、right? <laughs> 苦しいこともあるけどまあやっぱりねなんでこんなに何十年も続,け続いてるかというとあの今ちょっとうまくいかなかったけども次やるとひょっとしたらうまくいくかもしれないなっていうふうにこう思ってしまうんですね。 それがなんかうん俳優という仕事の一種の麻薬みたいなものかなと思います。だから次やると本当に自分が満足できるようなお芝居に出会えるかもしれないなと思う。今のところまあ続いてるからよかったんじゃないのかな。 そうですね。<clears throat> 日本映画の中では日本映画は意外とその年間その制作される本数は多い国だと思うんですけどもただ本当にこうやって世界中の人 に配給されるような映画は。まあ、言語の問題あるかもしれないけど、もうほとんど少ないですよね。だから。そういう目で。世界の観客の人たちに見てもらえるような。映画を作る。まあ。監督なり、脚本家なり。そのプロデューサーなんか。が。もっと。 日本映画の中で増えてくくくれるとといいいなとやっぱりつくづく思いま,すまあ僕の時代では難しいかもしれないけどもやっぱりそういうその制作者の作る側の人間をやっぱりこう日本映画はもっともっと育てなければいけないんだろうなとまあこの年になってつくづく実感してますね。What, what are you looking for in the roles you take on? まあまあ、映画全体作品全体のことを考えるとやっぱりどんなそのバイオレンスがあろうとまあ普通のその家庭のドラマにしろ結果的に何かこう人間にしろその物語ストーリーにしろ美しい 物語であったり、美しい人間が出たり。そういうものがなんか、やっぱり映画の。映画には必要なんじゃないかと思う。ですね。やっぱり、そういう美しいものを感じたときに。やっぱり、ああ、この作品は出たいなと思います。で、まあ、必ずしも自分が、その。美しいキャラクターでなくても。やっぱり、こう、作品が、こう、表現する美しさというものがあれば。 この仕事、no、you. You in the, in the やっぱり、まあ、言,葉言葉も非常に大切だけどもやっぱりこう トリモノアプリコ、コトバデナイブヌンデ、コうチタウルヴヴヴヴこヴヴヴヴヴヴやっぱりヴヴ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 っヴいヴヴ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 ヴるヴヴ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 ヴ <laughs> 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 well, maybe maybe this is a good way to to, to close things off. I mean, you win yeah. best actor at Cannes for Perfect Days for this very quiet role. As you mentioned, it's a lot of um, just showing um, emotion in your face and in your in your body, not through a lot of dialogue and, and you get this very prestigious award for it. What was your reaction? What do you think of that? the <laughs> してる間にこうやってインタビューとかなんかをしてもらってほんでたくさんの,そのメディアの記者の人たちが「主演大賞いけるんじゃないか」っていうようなことをよく言ってもらったんですよ。でもこれは自分ではそんなもしも自分でそれを受け止めてそうかもしれないと思うといけない。 その時のショックは大きいから <laughs> それは信じるのはよそうと自分で言い聞かせながらあのカンヌのでの滞在を過ごしてで最終日に授賞式があるって何かの賞があると言って呼ばれていって監督たちとまあ作品賞か脚本賞かまあ大賞かっていうふうに思っていきましたけども。 でも信じない信じないと思ってもやっぱりこう自分の名前を呼ばれた時にすごくやっぱり驚きましたねええー、まさかと思いました、えー、でも嬉しかったちょうどねあの僕のホテルの前の部屋に住んでる人は審査員だったんですよそれであの授賞式が終わった次の日の朝あの ドアののの下にあの丸バツのゲームああれが差し込んであったんでったすよ。でそれに「コングラチュレーション」って書いてあったそしたらこれ何だろう何かれいたずらかなと思っていたら前のドアが開いてその審査員の僕の名前を「主演大演唱講師役者」って読んでくれた審査員の彼がその前の部屋にいたんですよ。 Oh, that's a beautiful thing, and I should say for people who haven't seen the film, uh, passing on tic-tac-toe in little pieces of paper uh, to strangers is a is a is a very big part of the film. Um, uh, what a joy it was to have you in here. Um, I really loved the film. Uh, I loved what a quiet film it was, and I'll say it again. It made me think. Differently about the world around me after I watched it. And, and what else can you ask for besides that? Thank you very much for being here. Thanks. Thank you very much. Thank you very much. <laughs>